久保田マサルは日本のラリーレーサー、カメラマン、冒険家、広島県足名郡新市町出身。中学卒業後に TBS テレビや NHK のテレビクルーを経た後、1979年に横田金一郎を中心としてパリダカルラリーに出場するために結成されたテメカップにメカニック兼ドライバーとして参加し、1981年の 第3回大会から1992年の第14回大会までオート部門において11年連続で参戦する。特に2度目の出場となった1982年の第4回大会では、内田正宏と共にトヨタカリーナ1500で参戦し、総合34位のみならず、市販車無改造、二輪駆動、バギーマラソンの4部門において優勝という快挙を成し遂げた。また、 故障した車両をその場で修理し、乾燥へ導いた姿を、ティエリー・サビーヌからは、スーパーメカニックと称された。パリダカル・ラリーの他にも多数のオフロード・ラリーレースに出場し、精力的に活動をしていたが、ラリーレースがハイスピード化し始めたことに伴い、1992年にテメカップがレース活動を終了。それと共に、自身も第一線から退いた。 中学時代の一学年上には後に広島カープに投手として入団した森川拓郎がいる。ACP はアドベンチャラスクリエイティブパーソンズの略。テメカップを追ったドキュメンタリー映画。当番組がテメカップのランドクルーザー2台をスポンサードしたことで、レースの模様を3回にわたって放送されることとなった。ありがとうございます。